質問は本当にないのか？聞きたいことはあるけど、今はまだ受け止めきれない。はあ、そうだよな。四季の女神って、ダストも使わないでものすごい魔力を操れるんだよね。ああ。全部で4人いるの？そうだ、いつでもな。ということは、一人がこの世を去れば力は受け継がれる。女神の親しい女性に、最後に思い描く人物にだ。この違いはでかい。信頼できる相手なら最高だが、誰だろうと両者の魂はある意味一つとなる。でピュラを選んだのか？ビーコン陥落の夜、ピュラを女神にしようとした。前の女神フォールだったアンバーは襲撃された。まだ未熟で経験不足だった。襲ったのはシンダーだと今は分かっている。その時あいつはフォールの力を吸収した。全部じゃなかったが、俺たちは焦った。手を打たなければ全ての力を奪われると。それでピュラに強制したのか？誰も何も強制しちゃいない。状況を説明して選択肢を与えた。選んだのは本人だ。その場でお前も聞いただろう。さっきのやつ、ティリアンはなんで私を狙ったの？それはビーコンアカデミーでお前がやったことが間違いなく原因だ。話したよな、銀色の瞳はすごく珍しいって。お前がその力を使えることが分かって、どっかのおっかねえ連中が焦った。瞳の力を知るのはごく一部で、その連中は力を操る者を歓迎していない。だからこそずっと見守ってきた。危害が加えられないように。お前たちみんなが。え、だったら一緒に旅すればいいのに。その方がずっと楽だったでしょ。君をおとりに使ったんだ。別におとりってわけじゃない。いろいろと事情があるんだよ。一体どういうことなんだ？ルビーが狙われて各国のアカデミーが襲撃されるのはどうして？どんな意味がある？何が起きてるんだ？ちゃんと説明してくれ。とりあえず座れって。こっちが落ち着かない。最近じゃ信心深い人間は多くない。太古の昔に世界が生まれ、それから人々は多くの神を奉ってきた。だがオズピンによれば、二つの神は実在する。そいつらは兄弟だ。兄は光を司る神で、生きる力を生み出し喜びを覚える。一方の弟は闇を司る、破壊の限りを尽くすことに意義を見出す。まあ要するに、二人は万物に対し相反する考えを持っていた。兄は昼間創造に邁進した。水や植物、野生生物を生む。弟は夜目覚めると兄の創造物を目の当たりにして嫌悪し、その働きを打ち消すため干ばつや火災、飢餓などレムナントの命を奪い去ることに精を出した。だが命は必ず芽吹く。そこである夜、弟はあるものを作り上げた。破壊の限りを尽くすという生来の欲望を体現するものだ。それがグリムね。その通り。兄の忍耐は限界に達した。兄弟で延々と争うわけにはいかない。彼は最後にあるものを作ろうと提案した。二人で互いが誇れるような何か、最高の傑作を。弟は同意した。最後に生まれた傑作は創造と破壊の力両方を備えており、知恵という宝をもたらした。己や世界を知ることができるように。そして何より
選ぶという力を与えた。己の意志で自由に学び取り、進むべき方向を定める。光の道か闇の道か、こうして人類が誕生したんだ。ですが、私たちにどんな関係が？問題はそこだ。人類が手にした4つの宝、知恵、創造、破壊と選択は単なる比喩じゃない。どれも具体的な形で存在する。兄弟の神によるレムナントへの置き土産だ。どの宝も大変な力を秘めている。4つ全てを手にした者は世界を変革できるだろう。それこそが敵の狙いだ。人類の守護者を育てるべくハンターの養成学校が作られたが、この創設には別の目的もあった。レリックの守護だ。オズピンの前任者はレリックを取り囲む砦となるよう各アカデミーの建物を配置した。これで防備が容易になるし、訓練を受けた戦士が常に周りを囲んでいる。レリックの存在を隠し、その力が人に災いとなるのを避ける。当然ながらあの女からも遠ざける。まあそうだな、そのこともある。あの女ってもしかしてセイラム？そうだ、謎多きい女だが、正直そんなことはどうでもいい。今の問題はあいつがレリックを狙ってるってことだ。奴が手にすればまずいことになる。ブレイク、いつでも父さんと話していいのよ。邪魔したくないから。娘を邪険にする父親なんていない。友達が聞いたらそうでもないって言うかも。はい。何？どこ行くの？あなたあんまり話さないけど、お友達はおしゃべりが大好きみたいね。チームルビーの冒険団をもっと知りたいわ。カーリー、いるのか？父さん。ブレイク、いや、これは嬉しい驚きだ。私、おいで、座りなさい。大丈夫、父さんがやろう。座りなさい、いいから。邪魔したくないの。何言ってる、一日中こもりきりだったんだ。外は入れるよな。あ、実はもう。おお、悪かった。いえ、いいの、大丈夫。ほら、交換しよう。気にしないで、どうってことない。本当なのか？本当よ。昔からの習慣でついな。少し冷ますといい。そうね。それで向こうはどうだ、暖かいのか？ベイルは。え？いや、ただそこそこ露出の多い服装だと思ってな。十分隠れてる。鎧を身につけるといいんじゃないか、どう思う？鎧はいらない、自分の身は自分で守れるから。あ、いや、確かにそうだな、すまなかった。どうして？ん？なんで父さんが謝るの？なあブレイク、どうしたんだ、まずいこと言ったか？私ひどいことしたのに大事にしてくれる。ブレイク、母さんも父さんもいつだってお前を愛してる。父さんは正しかった。私叫んだり怒鳴ったりした。父さんのこと臆病者って言ったりした。もういいんだ。父さんたちとホワイトファングを抜けるべきだった。言うこと聞かなくてごめんなさい。本当に本当にごめんね。ブレイク、いいんだよ。
父さんたちには何のわだかまりもないし、お前の挫折を案じたこともない。父さんが案じたのは一つだけ、お前が道を踏み外すことだ。まっすぐ進んでくれたことすごく嬉しいぞ。踏み外したよ私。だがお前は自力で抜け出して正しい道へ戻った。そんな強さを持つ者は多くないし、内なる悪魔と再び対峙できる者はもっと少ない。ベイル、マウンテングレン、ビーコン、お前は幾度となくホワイトファングと戦った。でも一人じゃなかったから。ああそうだな。だからこそ問わずにはいられない。なぜベイルを去った？仲間たちの元を離れた。それは、あっ、サン、ここトイレじゃなかったんだ。ああ消えますんで、家族の団らん邪魔してすみません。本当に気に食わない猿だ。そうか、その話が本当だとして、一連の襲撃にはイカれた悪が関わってる。力を欲しがるゴロツキとは比較にならない。なのに世間は知らないって。どうしてアートラスは、ミストラルはそいつらを追わない？それにヘイブンまで急いだ方がよくない？事実を知らせるべきでしょ、次の標的なら。ヘイブンの学長はビーコンでの悲劇を知ってる。彼もバカじゃない、防備は固めるさ。それに大掛かりな兵力を動かすには手間がかかる。奴らがビーコンへの襲撃を一晩で計画したとでも？それと今の質問だが、女神と同じく悪の存在も明かさない。レリックやセーラムの存在を知ったら世間はどうなる？大混乱だ。次の対戦が起きて戦いに駆り出されるのはお前自身だ。いいか、俺だって同じように疑問を持った。だがオズピンの意思は常に明確だった。混乱は決して引き起こすな。あの言葉を何度聞いたかわからねえ。セーラムは狡猾だ。影で糸を引き、人を使って思い通りにことをなす。問題が表面化した時には人類同士で攻め合うだけだ。あいつの狙いは分断だ、人類のな。今のところ企みは成功してる。分かったよ。じゃあどうしたらいい？実は俺にも分からねえ。オズピンは学長たちに全幅の信頼を寄せてる。アカデミーはセイラムを阻止するための要だ。この前の襲撃からアトラスは厳戒態勢を敷き、バキオといえばまああの通りだ。盗賊やならず者と戦うのに同じような連中を雇うのはなかなか難しい。なおかつシンダーと仲間がヘイブンから来たと言っている以上、ヘイブンが次の標的だろう。だからこれから学長のもとに向かう。襲撃の前から連絡は途絶えているが、何かしら答えが見つかってほしい。ってことで、お前らガキはもう寝る時間だ。クロおじさん、ああ頭ん中ごちゃごちゃ。今の話めちゃくちゃだよ。だけど私で役に立てるなら何でもしたい。おじさんを信じてるから。でも私を信じてくれないの？どうして一緒に旅してくれないの？こんな風にこっそりついてこないで。それにムービー、信頼がどうのって問題じゃない。いや、話せば長いぞ。いいのか今さら。散々喋ってたじゃない。カラスが不運の印だって知ってたか？いわゆる迷信だが、クロウという名前の由来だ。ある者は電力を自身に吸収し、ある者はバラの花びらを撒き散らすが、不運を背負って生まれた者もいる。俺のセンブランスはちょっと変わってる。自分の行動とは直結しない、厳密には。
常に存在する。俺の意志に関わらず、そして不運をもたらす。要するに不運のお守りみたいなもんだ。敵と戦う時には役立つが、仲間が相手となると厄介だ。家族に対しても。そいつはありがたい守護者ってわけだ。どこに行くんです？ちょっと散歩だ。他に言いたいことはないの？今夜はな。プライバシーを分かってない。個人を尊重する気持ちもない。本当悪かった。ごめんブレイク。ああな、大事な用があってさ、すぐ話さなきゃって思ったんだ。話ってさ、何がそんなに大事だって言うの？ホワイトファングのことでお母さんから変なこと聞いた。それ以上は言わないで。でもさ、分かるでしょ、ホワイトファングと戦うつもりはない。誰ともやり合いたくない。ゆっくりしたいの。頭を整理して家族と過ごしたいだけよ。メナジェリーのホワイトファングはマスクをしないってお母さん言ってたけど、昨日市場で見かけた。写真も撮った。さあほら、力になりたい。いらない、あんたの助けなんか。なんだ、忍者か？スパイよ。でもどうして？おい、待て。どうしたの？ホワイトファングは悪だ。さっきも言ったっしょ。お嬢さんは連れ戻します。もう出発しましょう。たく、ついてねえ。